ハンガー 1.0 です。で、ハンガー 2.0 です。大きな違いはハンガー 1.0 よりも 2.0 の方がヒールの幅が5ミリ広いです。はい、で、ここも一応 1.0 にはこの雪抜けのスリットは入っていません。 2.0 には雪の抜けるスリットが入っています。ドロップダウンメディアウォールという構造なんですが、 1.0 のここの高さと 2.0 のここの高さは大きく違いがあります。 2.0 の方が低くなっているので、より足の内側に荷重をしやすく、足を内側に倒しやすい構造になっています。これが新しく誕生したハンガー 3.0 です。ハンガー 2.0 をベースにした新しい構造、それがハンガー 3.0 です。ドロップダウンメディアウォールは同じく、低い構造になっています。雪抜けのスリットも同様に入っています。大きな違いはこのトゥー側とヒール側の左右の前長が変わります。ここの長さを見ていただきますと、ハンガー 3.0 の方が前に3ミリ、後ろに3ミリ、合計6ミリ広がっています。これによって 2.0 よりもよりエッジのそばまで、このブッシュの部分が広がっているので、よりエッジの近くで力をポイントで使えることができます。この動きですね、この上下のトゥーヒールの動きがよりエッジの近くで踏むことができます。